さんこんにちは、ゆかチャンネルのゆかとすんちゃんです。今日は何をしますか？今日は、なかなかないあれですけど、私がチャジャミョン食べる日です。そうです。今日はなんか日曜日なので、일요일이라서 우리는 짜장면을 먹도록 하겠습니다. 먹방이에요. 탕수육도 먹고 짜장면도 먹고 새로 생긴 데 가볼 거긴 한데 맛있을지 모르겠지만. 맞아요, 맞아요. 여기가 제주 송산에 있는 송산 짬뽕. 짬뽕. 인데 처음 가봐요. 아무튼 가보도록 하겠습니다. 가시죠. 이거와 이끌어. 짜장면과 5,000원. 安いのですね、最近。 はい、ここはジャンミョンのとこです。まず韓国人だったらジャジャンミョン、ジャジャンミョンだったら韓国人、軍人だったらジャジャンミョン、日曜日だったらジャジャンミョン、センちゃんだったらジャジャンミョン。それぐらい国民的フードでしょ。しかも皆さん、今日はブラックデーって言ってホワイトデーとかバレンタインデーに相手がいなかった人が今日ジャジャン麺を食べる切ない日になります。なんで私たちもこの구독자분들、솔로인 구독자분들과함께ブラックデーを楽しもうと思います。 짬뽕인데, 거래가 짜장면인데, 거래가 탕수육. 수부다みたいな感じなのかなになります。 このタンスープはね、これで小でしょ。めっちゃ多いけど、すごい。いただきます。いただきます。綺麗。 皆さんはちゃんぽんとジャジャン麺どっちが好きですか？ジャジャン麺もごぼう。 久々。どう？なんでさ、このチャジャンミョンとちゃんぽんとタンスユっていうのが流行りだしたの？わかんないね。こちらには。 ドラマとかじゃなくて、いや違う違う、なんか日曜日だったらいつもお父さんにいただき食べたいとか言ってた。昔はなんていうか、みんなお金がそんなない時だったから、食べたいけど食べれないものだった。今はもう普通になんですよ。だからそういう歌もあるの。お母さんはチャダンメンにしてたわけです。 어머님은 짜장면이 싫다고 하셨어. 싫다고 하셨어. 면마대 타도리치킨. 탕수육도 먹어볼까? 이거? 찍어서? 야끼리면 찹쌀튀김. 아. 찹쌀. 모찌고메 탕수육. 아브라코에는 맛있어. 아브라가 나이.本当だ、脂っこくない。いいかも。幸せですね。韓国来たら皆さんも手食べてくださいね。今日は皆さんも。ジャジャン麺を食べてくださいね。こうやってジャジャン麺とこのジャジャ麺のソースってさ、一体何者なのかすごい気になる。まあ、家によって違うけどね、この店によって。チュンジャン。うん、チュンジャン。中国な？うん。中国じゃないのあるけど、うん、もっと水っぽい。あ、中国の。麺なの麺。ラーメンって。麺やろ。めっちゃ麺やろ。瞬間だ。量も多いね。うん。そう、ここ量も多い。なんかしんちゃんにジャジャン麺食べられて。そうだね。軽いね、なんかジャジャン麺の方が。うちら今日遅く起きて。ね、だから、さっき起きたから。昨日何したの？昨日？うん。なんでそんな遅れたの？眠いって。ジャジャン麺にはつけるけど、ちゃんぽんにはつけないの。うん、すごいもちもち、これ。なんか炭水よってなんかもともとすごいサクッカリみたいなイメージだったけど、それはなんかもちって感じ。うん。あと韓国は絶対ビニールするとこで。ビニール？ビリヤード。あ、ビリヤード？ちょこれちゃんも頼んで食べます。なんで？それは文化なんだよ。ラーメンはすごい食べるのも早く食べ終わるじゃん。だからいろいろやりながら食べやすいし、そこで食べた方がめっちゃ美味しいの。なるほど。絶対ビリヤード周りのこの中国チップは絶対美味しいの。ビリヤードとジャジャン麺。せーの、ごちそうさまでした。はい、それではごちそうさまでした。はい。皆さんも今日はジャジャン麺。そうそう、一人でもいいよ。そう。ジャジャン麺は家で頼んで食べてもいいし。そう、私たちは今日頼もうと思ったけど、チェジュ島はペダリアンで日韓。言わないで。この田舎者は。お店に行って食べました。はい、それでは今日も最後まで見ていただいてありがとうございました。ありがとうございます。インスタグラムとツイッターのフォローとチャンネル登録もお願いします。お願いします。はいよー。